文字入力のご説明をします。ブリック入力やキーを繰り返しタップして文字入力ができます。また、従来の携帯のように、文字を連続してタップすることでも、文字入力ができます。入力方法を切り替える手順をご説明します。クリック入力からフルキー入力に切り替えたい場合は、設定アイコンをタップします。ペンキー、フルキーをタップします。